ということで始まりました、メンバーのやりたいことをやってみようのコーナーです。イエーイ、はい、こちらはですねデビナーシムの公式 YouTube チャンネルをお借りしまして、はい、メンバーのやりたいことをやっていくという企画なんですけど、はい、今日の企画ははい、私竹本愛理の企画となっております。イエーイ、はい、ということで竹本さん、今日はどんな企画を。はい、今日はですねたこ焼きパーティー。イエーイ、準備できてるので、はい、早速、はい、やっていきましょう。はい、それでは早速始めていきましょう。メンバーみんなでご飯食べに行くのさ、あんまないじゃん。ないし、なんなら食べるのもあんまない。こうやってね、有名な人とかやってたり、ミュージカルとか、そういうので使ってたりとかするから、
気がするか、続かないうちにさ、こちらさ、うん、結構ちっちゃい夢全部叶えてるよ、ね、うん、なんかここでやりたいとかここでワンマンしたいとか、ちょっとじゃあ思い出す写真に戻って、でもずっと言ってるのはオーイストワンマンを叶えてるよ、そうよ、気づいたらオーイストずっと言ってたじゃん、オーイストの対バンの時に、うん、もう楽しかったね今日のオーイスト、これでワンマンだったらもっと最高だねって言ってた、新木場もこれ言ってた、ね、新木場めっちゃ覚えてる、新木場はさ、立った帰りに言ってたじゃん、言ってた、みんなでね、ワンマンしようって、今でも覚えてる、新宿ブレッジで初日のテイクファクター、うん、覚えてるよ、ひどかったなあれ、ひどかったな、見てられないよね、自分たちのライブ、本当に今日はたくさん皆さんのね、ちょっと黒歴史からいろいろ喋りましたけど、はい、とっても楽しかったです、うん、たいい感じにさぼけてる、手合わせてください、せーの、ごちそうさまでした、ということで次回の企画で、はい、誰ですかね、あきらちゃん、ということでお楽しみにしてください、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。